インパルス療法士協会、寺田整骨院代表の寺です。自宅でできるストレッチやトレーニングを紹介しているんですけども、引き続きですね、この体幹のストレッチを紹介していきますですね、まずお腹のですね、この体幹、いわゆる内側、腹横筋とかですね、内腹斜筋、外腹斜筋といった腹筋がですね、ぐっと働くことで、この腹圧ですね、体幹を空気を入れてですね、滑らかに動かすんですけども、これによって腰とかにかかる負担をすごく減らすことができるんですけども、この筋肉をですね、ストレッチしていきます。やり方は簡単ですね、こちら例えば片足を組んでいただいて、その方向にぐっとひねっていきますね、ぐーっと腰、このお腹、両方体幹の筋肉がストレッチされます。息止めないで吐きながら、じわーっとですね、腹筋背筋を伸ばしていってください。見えますか、見えますか、こちらがいいですか。はい、ぐーっと伸ばしていきます。はい、逆でやってみましょうか。足を組んで、足を組んでですね、逆側の、今ですね、右側を膝立ててますから、左手の方をこちら持ってきてですね、ぐーっと伸ばしていきます。息も止めてないですね、吐きながら伸ばしていきます。はい、先ほどと同じことをですね、もうベターっとですね、上向きで寝た状態から、片方体をね、背中は床につけたまま、足を、片方の足を上げて倒していくことでですね、体、筋、背筋、ね、伸ばしていく、ね、こういったこともできます。はい、ベターっと背中で、ね、なるべく背中つけたままですね、足を倒していく、ね、背筋伸びてますよね、なるべく背中をつけて、つけたままで伸ばしていく、こういったことでも体幹のストレッチができますので、ぜひ寝転べるときはですね、こういった形でやるとリラクゼーションにもなると思います。では以上になります。